牧賞園は、大韓民国ラ修士出身の女性元、フィギュアスケート選手。2014年ソチオリンピック韓国代表。2015年韓国フィギュアスケート選手権優勝。2009から2010シーズン、韓国選手権で3位となる。2010から2011シーズン、韓国選手権で2位となる。2011から2012シーズンより、 ジュニアグランプリシリーズに参戦し、オーストリア大会、ワルテル・ロンバルディ杯の2大会に出場。またインスブルックユースオリンピックの代表選手に選ばれ、4位の成績を残した。しかし、韓国選手権で、キム・ヘジンに敗れたため、世界ジュニア選手権への出場権を得ることは、できなかった。2012から2013シーズン、アジアフィギュア杯で、 シニアの国際大会発優勝。JGP ボスポラスで2位。世界ジュニア選手権では、SP の時、停電が起こり音楽が鳴らずに試合が中断。その後6分間練習をやり直し14位、総合では12位だった。2013から2014シーズン、ジュニアグランプリシリーズには、国内選考会で上位の成績を残せず、派遣がなかった。 韓国選手権では2位となり、2014年、ソチオリンピックの代表に内定。初出場の4大陸選手権では9位。ソチオリンピックでは21位だった。世界選手権では、クリーンな FS を披露し、初出場ながら9位に入った。2014から2015シーズン、グランプリシリーズに参戦。4年連続で2位が続いていた韓国選手権では、初優勝。 世界選手権では12位。2015から2016シーズン、韓国選手権では、ノービス、ジュニア勢の対等もあり5位に沈んだ。4大陸選手権では、自己最高の4位に入った。2016から2017シーズン、12月13日に、左くるぶしを骨折し、翌14日には、手術を受けた。 韓国選手権とユニバーシアード、アジア冬季競技大会を欠場し、シーズンを終えた。2017から2018シーズンは、前シーズンの怪我の影響で、ロステレコム杯を欠場。ピョンチャンオリンピック代表選考対象の国内、大会3試合に出場するも、代表権を勝ち取ることはできなかった。2018から2019シーズン。 韓国選手権で4位となり、ユニバーシアードに出場。同大会では5位となった。2019年6月には、アイスショーオールザットスケートに参加。ショー終了後の6月11日に競技からの引退と、シルクルソレイユへの参加を発表した。ステピノバ、ブキンクレームジュニアアイスダンスゴールド、シサリキャプチャーズジュニアレディースショートプログラムハット、フィギュアスケート、パクソヨン。 左足首骨折。6から8週間のリハビリが必要。P42。P。ありがとうございます。